おはようございます。たかしです。本日は11月25日木曜日、ただいま6時53分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは週足から見ていきます。現在週足は上昇トレンド中となっておりまして、ここのグレーのラインですね。ここがフィボナッチリトレースメントの 50%。 これは直近の大きな下落に当ててるんですが、今そこを目指して上昇中と考えております。ただまだ週足は確定ではないので、あくまでイメージとして捉えていただきたいんですが、現在はずっと上昇してきて、そして最後の5波に差し掛かっていると見ております。でその5波の一旦ここで調整の下落、これ2週間分の陰線をつけてるんですが、そこから今上昇に変わろうかというふうには見えます。GMMA は上向いてますので、基本的にはトレンドは上なんですが、インジケーターはどちらとも言えない、方向感のない感じに見えます。ですので今はどちらにも動く可能性、今週足単位では大きくは上目線ではあるんですが、今この辺では上にも下にも行く可能性があるというところですね。では日足です。昨日は下髭のある陰線となっております。ただだいぶここで値動きが小さくなっているのがわかりますね。ほぼほぼもう上下に動いていない印象を受けます。ただ、下髭を出しておりますので、下値が硬いなという印象は受けるんですが、今この GMMA のところにありますので、どちらに行くかがわからない状態。ストキャスティックスは今ここから上に向かいそうな雰囲気で、マックディもここから育ってくれれば、上昇モメンタムが勢いづいてくるんじゃないかとは思うんですが、なんとなく勢いが足りないなという感じを受けます。でストキャスティックスもここから上に向かいそうですけれども、方向感がない状態とも取れますので、今は日足単位でもどちらに行くかがよくわからない状態ですので、もしかしたらここから一度下押しする可能性があるのかなというふうにも見て取れます。今下髭を出しておりますので、下値が硬いとも取れるんですけれども、一旦押すとするとここの平行チャンネルの下限ぐらい、この辺ぐらいまでの下落があってもおかしくない、そうじゃないと一旦上に上がれないのかなという感じもしてきますので、ちょっとその辺が怪しいなとは感じます。もし下落してくるとするとこの辺ですね。この辺っていうのは過去に何度もレジスタンスになっているラインですので、この辺ぐらいで下支えされるんじゃないかと思いますが、ここを抜けてくると結構落ちるなと。この辺ですね、149円ぐらいまで下落してもおかしくないかなと。今は一旦この辺152円ぐらい、この辺がサポートされるラインだとは見てますので、この辺ぐらいまでの下押しは可能性としてあるのかなというふうには見ております。では4時間足です。ここ数日ずっと動きが悪いですよね。この辺でほとんど値動きがだいぶ小さくなってきている状態です。でここに三角持ち合いのような状態を今見ておりまして、ここをどちらに抜けるかっていうところが一旦のポイントかなとは見てます。今はこのオレンジの平行チャンネルの、このセンターラインですね、この黄色の点線の上で動いておりまして、その上限に張り付いている状態です。これを見ますとここから上抜けするんじゃないのかなというふうには見えますが、今 GMMA は収束しておりますので、上にも下にも行く状態なんですね。で週足日足4時間足ともにどちらとも言えない、方向感のない状態ですので、少し下への警戒もしといた方がいいのかなという感じもします。ただ現状見てますと、この平行チャンネル上限にはありますが、今4時間足は下降トレンド中なんですね。目線としては4時間足は上目線、日足も上目線ではあるんですが、トレンドは下降トレンド中ではありますので、今ここから下抜けしてここの黄色の点線ぐらいのところまで下落する可能性もありますので、そこは注意かなと見ております。インジケーターはストキャスティックス、マックディともに、方向感がない状態ではありますので、ちょっと今はやりにくいなという感じですね。そして今ここ三角持ち合いの先の方に来てますので、今日はここを抜けてくればトレードがしやすいんでしょうけれども、抜けないとちょっとこれはトレードがしにくい状態には来ておりますね。で先ほど4時間足は上目線と言いましたけれども、ここですね、今ここ 149.226 っていうところを下抜けない限り、4時間足としては上目線と考えております。で日足も上目線、そして1時間足は下目線と考えておりまして、1時間足はこの黄色のライン、この辺ですね、156円ぐらいを上抜きしてこないと1時間足の目線は、上に変わらないというふうに見ております。ですので今は日足4時間が上、1時間が下となって、少し方向感がない感じとは見ておりますが、上目線優位とも見ておりますので、下がってきたところでは買っていきたいとは思うんですが、先ほどから言ってますように週足も日足もどちらとも方向感が取りにくい状態ですので、どちらへの警戒もしといた方がいいのかなというふうには考えてます。
では一時監視です。一時監視はここ紫のラインを引いてまして、ここ三角持ち合いを作っております。この三角持ち合いの中で推移しているんですが、昨日はこの辺ですよね、ここのだいぶ上ひげも下ひげも出ているこの辺が昨日のローソク足になるんですが、だいぶトレードがしにくいのが分かりますよね。上に行ったり下に行ったりと上ひげも下ひげも出てますので、ここはちょっとトレードするべきではないなというポイントですね。そして今だいぶこの三角持ち合いの先端の方に来ておりますので、もうここからは一旦トレードはしない方がいいかなと考えております。トレードをするのであれば、ここ直近のこの高値もしくは直近の安値を上抜けるもしくは下抜ける、その後でのトレードになるのかなと見ておりますので、今日のトレードポイントとしましては、一旦上抜けた場合はここですね、154円ぐらいを明確に1時間足で上抜けて、そしてその戻しを待ったところからのエントリー、もしくはここの直近安値、ここですね 153.5円付近、この辺を明確に下抜けて戻しを待ったところからのショートエントリーというのがいいかなと思うんですけれども、もし今日もこのようなヒゲが出るような状態ですと、トレードは控えた方がいいとは感じております。しかも今4時間足も GMMA の真ん中にありますし、1時間足もちょうど今 GMMA 付近で、方向感が一切ないんですね。で、日足週足は上だろうという方向性ですけれども、インジケーター方向感がありませんので、今はもう少し動きが出てからトレードするべきじゃないかなと思います。ですのでポンド円に関しては本日は静観かなとは見ておりますので、またそろそろ月末に向かってきてますので、その辺に向けて今は準備段階かなと思いますし、無理してトレードはする必要はないと思いますので、分かりやすいところに来た時はトレードしていけばというふうに思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。